たまらんわ。どこい？どこい？よしと。あら？アリさん、そこどいて。あら。何をぼやぼやしておる。早く探すのだ。の仲間の若いもんで無断で脱出し勝手気ままなことをしているやつがいる。どうも団体生活を嫌って飛び出す者がいて困ったものだ。おった。そういえばマーヤ、確かミツバチも我々と同じように団体生活をしている昆虫のはず。はい、そうです。でも私は、いや、分かっとります。若いうちにはありがちなことです。エル、早く国へ帰った方がいいな。国では君たちのことを心配している先輩や仲間たちがいるということも忘れんでの。はあ。いくら探しても見つかりません。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 そうか、他へ行ってみよう。マーヤ、そのアリはアンソニーというんだ。もし見かけたら巣に戻るように言ってくれたまえ。はい。では出発。ウィリー、うまくお城に帰れたかしら。はい。
ツバチはいつも団体行動を胸とすべし。ミツバチはいつも団体行動を胸とすべし。あいちに、あいちに、あいちに。見つけた。ああ驚いた。はっきりありって本当にこんなことして葉っぱ切るのかしら。信じられないわ。やめて。あうきゅう。まあ。やめて。これは僕の家だよ。重たいよ。ねえねえちょっとやめなさい。あなたたち。あもうそれかわいそうよ。Yay!
かしら。 この手足ほどいて。 その獲物を置いてゆけ。 ふむ。 生きてるぞ。 戻って。
マーヤ、元気かね。そうだ、ミミズさん、あたしを地面の中に連れてってくれない？いいけどさ、でもどこまで？あの黒山アリの巣に行きたいの。はい、とも、ついといで。うん。十分気をつけるんだよ。うん。方法はない。さすが隊長、それそれ。
長さん、戦争を避ける方法って何ですか？アンソニー、君がその巣へ行って謝って罪の償いをしてくるのだ。ええ、戦争になれば大勢の犠牲者が出るのだぞ。早く行って謝り罪の償いをしてくるのだ。嫌だよ、絶対謝るもん。アンソニー、あー、このままでは戦争になってしまう。隊長さん、私がアンソニーを探してきます。まあいや、頼むよ。僕は一番、森一番の力持ち。あったぞ、よっこいしょっと、いなにくれんじゅう。いや、いつもながら惚れ惚れするね、この力。さっ。心から謝れば許してもらえるわよ。嫌だよ、今さらどうやって謝るのさ。ああ、アントニー、あなた一人のために戦争が始まるのよ。聞く、困ったな。うん、あれ、水の音だぞ。何が起こったの？こっちの方だよ、行ってみよう。こりゃいかん、いとんね。早く死ぬ、こっちの方に流れてくるぞ。あの乱暴で恐ろしいスズメバチに捕まっちまった。我が輩スズメバチだけは手も足も出ない。え、なんだいマーヤ、スズメバチの牢屋でヘンテコリンなテントウムシの指示にあって、それから大変なことを聞いちゃった。そんなのんきなこと言ってる場合じゃないよ。一体どうやって逃げるの。次回スズメバチの罠、忘れるんじゃないよ。星が一つ流れて、また一つ生まれたら、素晴らしい明日まで、おやすみなさい。夢は知らない国の愉快なことや、まあね。